はい、皆さんこんにちは。今日は新しいノートアプリの紹介をしていきます。スクラップノートっていうアプリなんですけど、このノートアプリなんとですね、こんな感じでノートの中に YouTube 動画とかを差し込んで貼り付けることができるアプリになります。でノートの中にこんな感じで再生ボタンがあって、その再生ボタンを押すと動画が自動的に流れるっていうような感じなんですけど、まあ、その動画の周りにメモ書きだったりとかイラストとかを書けるので、すごいね、他のノートアプリにはないような面白い機能を持ってます。で今日はこのアプリのね、面白さを皆さんにお伝えしたいなと思っています。でこのスクラップノートっていうアプリなんですけど、今有料版と無料版が出てます。で有料版だと600円ぐらいだったと思います。で私買ったんですけど、正直ね、有料版と無料版であんまり差はないかなっていう風に思いました。で今日紹介するみたいな YouTube の動画をスクラップしていくっていう機能であれば、無料版でもできるので、ぜひ最初はね、無料版をダウンロードしてもらって、それでもうちょっとやりたいなと思ったら有料版の方に行くのをおすすめします。で今日はですね、このスクラップノートの機能の紹介と、あとどうやったらね、おしゃれなノートを作れるかっていうのも一緒に解説していきます。はい、じゃあ早速始めていきます。でスクラップノート立ち上げると最初はこんな画面になってるんですけど、まあよくあるノートアプリみたいな感じですね。でノートタッチするとこんな感じでノートが開かれる仕様になってるんですけど、他のアプリと少し違うことがですねあって、それが2本指でノートをタッチすると、ページ一覧がですねこんな感じでクイックビューで見ることができます。これすごい便利なのでぜひ覚えてください。で今回はですね、新しいノートを作っていくので、右側のプラスボタンから新規ノートを作成で、でここで台紙の色を最初に選んでスタートしていきます。でこのスクラップノートなんですけど、基本的には上にメニュータブがあるので、そこでブラシ取ったり消しゴム取ったり、あとテキストを打ったりっていうのをここからやっていきます。で他のノートアプリと違うのが、この真ん中にですねスクラップっていうボタンがあるんですけど、ここからウェブサイトに飛んで、動画だったりとかウェブページを引っ張ってきて、このノートアプリの中に貼り付けるっていうことができるんですね。で今たくさん項目出てて、上からウェブとか YouTube、Vimeo、あとはエバーノートとかもありますね。で、ここを押すとこのノートアプリを介してそのアプリ YouTube の中身とかを見ることができるので、ちょっと今回はですねこの YouTube のところからアミティエ先生の、チャンネルのところをですね開いてみたいと思います。でそうするとですね、こんな感じで私のトップページのところがたくさん出てくるんですけど、まあ、この中からですねスクラップしたい動画を一つ選んでいきます。なので今回は人気動画をちょっと集めてみたいので、一番再生回数の多いこの iPadOS の動画を選択してます。でスクラップするときは右上にブルーのボタンでスクラップっていうボタンがあると思うんですけど、これを押します。でそうするとノート画面に戻って、この動画がですね枠としてこんな感じで貼り付けられてるっていうような感じになります。で1本指で長押ししながらぐーって移動させたりすることができますね。でここで好きな位置に配置して、あとは右下にちょっとねマークがあるんですけど、ここをドラッグするとこんな感じでサイズ変形をすることができます。で左下に再生ボタンがあるんですけど、この再生ボタンを押すとこのスクラップノートのアプリの中で YouTube 動画が再生されるっていうような仕様になってますね。これがねすごい面白いなと思って、他のアプリにはない機能なんですけど、まあ、動画をまとめてリスト化しておきたいとか、ブックマークとしてもこのノートアプリは結構使えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこの要領でですね、引き続き私の YouTube 動画の中から、人気動画をまとめていきます。で最近チャンネル登録してくださった方もたくさんいると思うので、私の動画の中でこれだけは絶対見てね、面白いよっていうのをですね5つほどピックアップしていきます。で iPadOS のやつはですね、もう絶対に見てねっていう感じなんですけど、その次に私が結構おすすめしてるのがこの無限キャンバスのコンセプトっていうアプリの紹介動画です。でノートに端っこがなくてひたすら文字を書き続けることができるっていうアプリなんですけど、もうすごい好評で、ファンの方からも教えてくれてありがとうみたいな感じで言ってもらえるので、ぜひこの動画見てください。で手書き文字じゃなくてテキスト載せたい人はですね、右上にテキストボックスあるので、ここからタイピングすることもできます。
でフォントファミリーとか、あとはフォントの太さ、サイズ、あと色も自由に変えることができます。なので今回はちょっと太めの文字を選択して、左側に結構大きめに置いてあげることによってレイアウト的にも綺麗になってくると思うので、そんな感じでですね、ちょっとおしゃれノートを作っていきます。で、あとはですね、アップルの発表会に行った時の動画も結構見てほしいなって思います。去年の秋ぐらいにアップル発表会本場のやつに行ってきたんですけど、その時の動画をちょっとまとめてるので、それもぜひ見てください。あのティム・クックとねセルフィー撮ったりとか、あとジョナサン・アイブと一緒に写真撮ってもらったりして、すごく思い出に残ってるんですけど、まあ、アップルパークにちょっと一緒に行ったような気分になれる動画になってると思うので、ぜひこのアップル発表会見てほしいです。でこれザベストの最後のやつですね、グッドノーツ4を使って、モヒートのレシピノートっていうのを作ったんですけど、それの作り方を解説した動画になってて、これがとても人気ですね。で今はですね、グッドノーツ5っていう新しいバージョンになってるんですけど、まあ、同じようなことができるし、これからノートアプリ使いこなしたいなって思ってる人にはですね、すごくおすすめの動画になってるので、よかったら見てください。はい、じゃあこんな感じで1枚目完成になります。動画のねタブの周りをちょっと手書きの線とかで囲ってあげたりとか、あとイラストをちょちょってつけてあげたりすると、それだけでちょっとオリジナリティのある動画ノートみたいな感じになると思うので、ぜひ試してみてください。でこの後もですね、いくつか追加でページ作ってるんですけど、2枚目は、Must See Procreate Tutorials ということで、私が大好きなお絵かきアプリの Procreate っていうのがあるんですけど、それのチュートリアル、私がお気に入りのチュートリアルを5つ詰めてます。誰でも絵が描けるようになる方法だったりとか、あとはソフトバンクのセミナーの風景とかですね、あとは一番最初にやっておいてほしい初期設定だったりとか、おしゃれ文字の書き方とかをいろいろ紹介している動画5つになります。で、このノートですね、下の概要欄の方に載っけておくので、よかったらですね、それ見てもらって、あの後から復習してもらえると嬉しいです。で3枚目はですね、追加のおすすめですね。ちょっと変化球アプリを使ったりして iPad をもっと使いこなすためのチュートリアルを5つ載っけてます。Pages っていう Apple 純正のアプリを使ってチラシ作りをしたりとか、あとはですね、計算アプリですね、自動的に勝手に計算してくれるアプリっていうのがあるんですけど、それもすごく面白かったりしますね。これも合わせて見てもらえると嬉しいです。でこのスクラップノートなんですけど、今 YouTube からスクラップをしたんですけど、普通に写真のアプリの中の写真をですね選んで、こんな感じでスクラップすることもできます。なので普通に写真集めてコラージュみたいな感じで使うこともできます。であとはですね、この Web っていうところを選択すると、普通に Google 検索とかもできるので、まあ、Google 検索から画像とか Web ページを引っ張ってくることもできます。で例えばなんですけど、最近ね、私アプチャーっていうすっごいでっかい照明機材を買ったので、まあそれをちょっとスクラップしていこうかなと思うんですけど、まあこんな感じの結構プロ仕様のライトですね、10万円ぐらいしましたね、とこの傘、でっかい傘をね買って、今あの家の中がすごいその照明で占領されちゃってるんですけど、まあこんな感じのを最近買いましたっていう報告ですね。またその辺とかはですね、 iPad メイトのオンラインコミュニティの方ではこんなの買ったよとか、今部屋の感じこんな感じだよみたいな感じで、限定動画をですねたくさん出してるので、 iPad メイトの人はぜひそこから見てください。で iPad メイトはですね、そんな感じで、メンバーしか見れない限定チュートリアル動画みたいなのたくさん出してるので、 iPad メイト興味ある人はですね、それも概要欄の方にリンク載っけておくので、そこから入ってきてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ今日はこんな感じで完成にしたいと思います。で最後ですね、書き出ししようと思ったんですけど、残念ながらですね、 PDF 書き出しがまだちょっと対応してないみたいですね。
なのでこれ書き出しすると JPEG で書き出しされちゃうので、動画ファイルっていうのはリンクされてない状態になりましたね。ちょっとそれね残念だなと思ったので今後改善してほしいと思いますね。まあでもですね、自分の iPad 上でこのノートを開いて動画を再生するっていう用途で使うのであればすごいいいブックマークアプリだと思うので、ぜひ動画をですねたくさん視聴したりとか、スクラップしておきたいっていう人はぜひ無料バージョンでもいいのでダウンロードしてみてください。はい、ということで今日は以上になります。もしこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンをお願いします。で、今日紹介した動画リンクですね、概要欄の方にたくさん載っけておくのでよかったらねそこジャンプして私の過去動画見てもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。